はい、どうも。よしくんチャンネルのよしくんです。フォールアウト、続きからプレイしていきます。まあ、いきなりね、ちょっとすごい格好のヒロシをお届けしているんですけれども。似合ってるかい？サマーショーツだよ、ってことで。ですね、まあ、前回その、コンコードにいた、ガービー率いる、まあ、人たち、居住者たちを、おー、かわいいね。まあ、助けまして、一緒にそのサンクチュアリに、まあ、戻ってきたと。で、そこで、その後にですね、スタージェスの方から、まあ、みんなが快適に過ごせる環境として、まあ、ベッドだったりとか、まあ、水だったりとか、防御を固めてくれっていうことで、まあ、お使いみたいなものを、今、終えてきました。まあ、この辺とかね、全部撤去とかできたりするんですよね。はい。まあ終えたんで報告しに行きましょうか。終わりましたよ。スタージェス。気に入ったよ。これでみんなしっかり眠れば士気も上がるぞ。次に必要なのは綺麗な水を確保することだ。もう終わったよ、それも。綺麗な水か。任せとけ。ありがとう。どこ見てんの？スタージェス。綺麗な水がいつでも飲めるって考えただけで、もう気分が良くなってきた。続けて頼み事はしにくいけど、実は食料が足りなくて困ってるんだ。ああ、食料ね。ここに住み続けるなら、農業ってやつを始めないと。オッケー。すぐ何か植えてみるよ。そいつはいい。足りないっけ？まあこの辺だよね、やるとしたら。こういう風につなげようか。これすごいシビアなんだよね。これがない。おっと、料理系ね、これ増やしていかないとね。だから一回収穫してだ。ちゃんと育ってるようだ。オッケーオッケー。で、育ったものを植えていこうか。資源、食料で、ゴート、じゃあこの辺でいいか。はい。スイカ。はい。はい。なんか持ってるかな。ないか。育つのを待とう。そしたらば、おお、なんかすごいバグってた。今なんだ。データ。食料提供する。まあこれもう少しできるんで、まあこれやりましょうか。ディパインズね。でレベルが上がると。何あげようかね。これ取ったから。アジリティ取っとくかな。スニーク。スニークかな。隠密に行きたいですから。
じゃあまず目的地行きますか。うん、よし、こう。こちらにね、タレットさんもいますから。頼むぜ。OK。最初はちょっとね、移動がきついよね。開拓してないと。まあ道に沿っていくか。いや、改めてオープンワールドはすごいね、本当に。道じゃなくなった。道に沿っていこう。うん、誰かいるよ。ちょっと離れておいた方がいい。なんだ？それは脅しか？いや、違うんだ。ただ、その、さっき食べた肉の缶詰がダメになってたみたいでな。ああ。まあ、本当は3缶かな。最初はうまかったんだが、今は、おかげで腹の中がぐるんぐるんで、その、そっちからでも匂うよな。ロングネックルカウスキーの缶詰肉だ。ありゃ、ロングネックルカウスキーの缶詰毒の間違いだ。ほら、残りはやる。もう生きてる限り、こんなもんには指一本触れないぞ。今日生き残ってたら。だけど、それから、ルカウスキーの野郎に会ったら、火炙りになって死ねと言っといてくれ。ああ、すまない。なんだこの角度。もう行った方が良さそうだぞ。さっきのと同じようなもんだとしたらかなりバッチリことになるからな。くさ。くさいおっさんはいいわ。救いようがねえぜ。あ、なんだなんだ。なんかあるかな。ステンパック、ステンパックはね、重要ですからね。こんなんいくらあってもいいですから。うん、とりあえず道に沿っていこう。ゴー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 。グールがいるよ。あ、あ、あ、危ない。こいつはまずい。いて。本当に強いんだよな、敵が。あー、操作が。やったか。OK、ナイス。あそこにグールがいるんだよな。2体か。あんま触れたくはねえけどな。
当たんねえかこの距離は。足を狙えグールは。ナイス。弾がねえ。あれ。ナイスミート。無視するか。なんかあったっけなこの辺。常になんか狙われてるけど、わーいっぱいいる。めっちゃいるな。さあ目的地まであともう少しだね。OK。 こんにちは。いや、のぞみは、ここではトラブルはこれ以上ごめんだからな。落ち着いて。落ち着け。ミニッツメンとして助けに来た。ミニッツメン？それってもう解散したと思ってたよ。通りすがりのトレーダーに知らせておいたけど、正直言って全然期待はしてなかった。最近ミニッツメンもすっかり信用ないからな。青。クインシーであんなことをしたせいだ。ミニッツメンは一からやり直してる。正義の味方として復活した。それを聞いて嬉しいよ。ミニッツメンがバラバラになってからいいことは一つもなかったからな。レイダーたちがここ数週間ずっと悪さをしてる、食料や物資を盗んだり皆殺しにするぞって脅して奪っていく時もある。それはひどい話だぜ。奴らのアジトは分かってるが、ああいう連中とどうやって戦えばいいのか。連中のことは任せろ。大丈夫、あのレイダーたちを片付けてやる。ありがとう。君たちが心を入れ替えたなら応援するよ。任せとけっつんだよ。ちょっと手いただきます。テイトは。こんなもんでしょ。さあ、行くぞ。こっから遠いんだっけ？めっちゃ近い。めっちゃ近かった。えい。はい。はい。ごめんよ。めっちゃ目の前にいたの。ドンパッチやってる音は聞こえるけどね。なんか落ちていきましたけど。
Hetford 駅。Oh my gosh。とりあえず一匹か。あ、巻いて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 。外れるね。おっ、ちょっと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 、あーい、いた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 、体力めっちゃ削られるな、これあ、感度塊でいく、グリル、まあ、しばらく、おお、ダッチマン、ターミナル、はい、コントロール起動しなくていい、すいません、ホールテープだけで出そうか、取り出してマッキーどこ？これなんだっけ？小包を古い変電所に持ってこい。使いのものは真夜中に到着する。装備が必要なら、青い樽を探せ。ふんふんふん。何の意味でしょうね。今度だいぶ遠いけどまあいっか、あ、なんか危ない、危ないロボットさんいましたけど、うん、お、いいね、
ドライブイン来たけど、あぶね。パッ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 。おはおまいがーし。どっからどっからっすか。グイーンなったけど。あれ、入り口だけじゃなかったっけ。ここか。おい。すげえ。マジで結構あれだな。え、どうした。うわ、なんかキモ。キモいのなんかいましたけど。うえ、なんで。キモくんじゃないよ。あ、いた。ちょっと待ってください。はいはい、わかりました。どういうことね。どういう状況これ。もうここでデベロップできない。戻れないですけど。なんかいろいろバグってる。いろいろバグってる。ちょっと何もできません。わお。出まーす。デスクトップ。あー、ちょっと待って。もうどうしようか。ここで。いろんなこと起きすぎでしょ。このゲームバグが多いんでね。拾っていくところからか。はい。あんなとこ出んの、ラッドスコープか。なんかいんだけど。ヤオグアイじゃん。怖っ。これがベリーハード。やばい。ピッ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 。あー、あんな爆風やば。これ早めにあのパーク、トロ、地雷、無視できるやつ、えぐすぎだっつーの。これはびっくりした。これベリーハードきついぞ。ちゃんとしていかないと。あー、怖い怖い怖い。今度は人になったな。そこランダムだな。怪物かと思った。なんか ここに来たら一回セーブしよう。はい。で、レベル上げていく。あ、地雷向こうなかった。
死にかけてこう。とりあえず。どこにあるんだろう。さすがにもうねえよな。うん、大丈夫大丈夫。怖い。黒のベストスラックス。黒のベストスラックスって絶対似合っちゃうんだよな。だとするとちょっと面白くないよね。こんなもん。かっこいい。ちょっと待って。かっこいいね。いいじゃん、こういうのも。やっぱさっきのやつだな。ラマーショーズでいきましょう。OK。よっしゃ。で、まだまだ先だね。ちょっと。でかいのフットワークで。でかい。はい、はい。弾がもったいない。痛い。なんか引っかかってる。痛い。これ大丈夫ですか。なんかオーラまとってますけど。臭いってこと。こんなあれだよ、弾すぐなくなっちゃうよ。これベリーハードでね、これ。なるほどね。お、いいね。どんどん作っていかないと。はいね。帽子いいよね。かわいいよね、絶対。ああ。ああ、より深みを増したね。ちょっと目が見えないな、でも。割となんか時代が多かった気がするな。ちょっとセーブしとこう。おはよう。あ、死ぬ。Oh my gosh. Oh my gosh. やべえな、これ。地雷一撃だ。ちょっといける自信が。どこにあった。ランダムなわけないよね。あ、グリーンのドレス。絶対これは、選択されているこれは最高じゃないか。はぁ、来てしまった。ははは。
ですね。やっぱいいよ。スクショ撮っとこう。はい。似合うよね、やっぱりこういうの。一番似合うかもしんない。うん、毒見て見てるもん。綺麗だ。この人は世界一綺麗だよって言ってる。ありがとう。毒見てる。世界一。いや、この荒廃者世界の。ファッションリーダーになる。オッケー。これです。かわいいわ、やっぱり。そしたらですね、目的地に向かっていきたいんだが、ちょっと敵が強すぎるな、これ。怖いな、怖いな、ということでね。約束が違うじゃないか、トゥルーディ。え？その物品をよこせ。借りがあるだろう。待って待って待って。あんたたちみたいに毒を売りつける売人にやるものなんてないね。その薬のせいで息子がどうなったか知ってるの？やつは正々堂々とそれを買ったんだ、トゥルーディ。中毒になったのは俺たちのせいじゃない。その小さな交易所を打ちまくってほしいのか？どうした？豆ごとかい？ちょっとちょっと落ち着いてくれよ、アサリアさん。あんたには関係ないだろう。何が起きてる？一体どうしたんだ？単純なビジネスの口論だよ。わかったか？トゥルーディが座ってる山積みの物品は俺への借りなんだよ。説得しようとしたけど、どうやら力ずくでもらわないとダメなようだな。簡単に金を稼ぎたいか？手伝ってくれよ。もう一丁銃があると助かる。それか、言い聞かせて、分からせてくれるか？まあ、話してあげようか。話してみるよ。これでうまくいくかもしれない。感謝するよ。話が進まないようなら、後ろ盾するから。私は用心棒だから、とにかく怒らせないで。分かった？了解。どうしたの？ああ。トルディさん。あ、いた。すみません。あの毒売りと話してたのを見たわ。奴に金はやらない。以上。なぜ？なぜだ？これは全部どういう経緯なんだ？あら、あの売人から聞かなかった？息子をジェット中毒にして大量の薬をつけで売りつけて、あら、挙句私に生産させようとしてる。あのろくでなしには1キャップたりともやらない。あのな、奴らに借金があるだろう。それを払えば終わるんだ。みんな怪我せずに立ち去れる。もっといい考え。え？ウルフギャングを始末してよ。100キャップを払うから、あいつの頭を打ち抜いて。手伝わなければならない理由は？そうは見えないかもしれないけど、ここはキャラバンが通る。物資ならある。助けてくれたら、何でも必要なものと交換できるわ。やるしかないね。わかったよ、トルディ。奴を始末する。ありがとう。ここから援護するわ。あいつをやってちょうだい。やってちょうだい。あ、ちょちょちょ。目が見えない。あ、大丈夫？目撃たれた。硬いっすけど。ちょっと危ないよ。母ちゃん。これどこ行った？いてててててて。すぐあれだな、骨折すんな。え、パクっといて。まあ、今10ミリだな。そこら中にいるぞ。死ぬなよ。死もう。よし。やった？ここは、クリティカルってどうやってやるの？ペース。ほら。だいぶ痛いよ。これは運が良かった。やったか。オッケー。お疲れ。いただきます。めっちゃ強いの持ってんじゃん。オッケー。
まあいいんじゃないですか。あのゲス野郎がカラスにつつかれるのを早く見たいわね。ほら受け取って。さて、バイバイしたければいつでも店は開いてるわよ。イエス。あとは自分でやれそうか。ええ、薬から離れるのはしばらくかかるだろうけど、なんとかするわ。いつもそうだから。さあ、うん、ビジネスに戻りましょう。何か遠征に必要なものは？まあ今ね、いいかな。今日はダメだ。大丈夫？ジェットは二度とやらない。誓うよ。あ、まじゃダメだ、スリしちゃダメだ。ダメだよ、もう薬は。こっちだね。こまめにセーブしていこう。ちょっと危ねえわ。いやー、いかにちょっと、うわ、ちょい。キモいからこいつらいい。武器は充実させていきたいな。弾がねえしね。遠くね。結構遠いな。レイダーがいる。待って。まあ、無視でもいいな。めっちゃいいんだけど。バレないように。静かに行こうぜ。うん、やばい、これはやべ、ラット値が上がる。うわ、そっかに早く隠れないと。急に来たよ。こんなところにあったっけ。で、この男は頂上の小屋へ向かってハイキングを始める前に必要なものをすべて揃えたんだ。リストも2回確認していたな。準備万端とはまさにこのことだな。そうか、この男が発明したのが超越。これさ、やっていいのか。やってまえ。よいしょ、いいんじゃないですか。こちらだけか。ちょっとここガチ装備していこう。胴体はいい。左足、こっちいいか。左腕。よし、いいんじゃないか。はい。こんぐらいやっぱ固めていかないとね。
うわ怖い。まだいそうだな。うわ一番強い武器なんだ今持ってるので。4あ18453737。2発しかないのか。誰？やばい。すぐバレる。来い。何もねえな。どう思う？わからない。気のせいかな。ああ、そうかもな。ジェットを減らさないと。バカなこと言い始めた。ショットガンじゃダメだろこれ。気づかれてね。出ておいで。優しく早くする。信じて。あ、誰？ナイス。強いな、ハンティングライフ。おお、いいじゃん、終わったよ。ギフトショップの鍵。そうなんだ。おい。Oh no。よし。帰れるぞ。パスできたっけ？あ、ちょっと調べられる要素。ちょっと外があんな感じだね。うわ。死ぬ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 やつじゃんこれ。よし。開けていく。いいね。部屋着。部屋着気になるな。よし。オッケー。よしよしよし、ファストできんのはできよ。すっかり夜でございますが、サマソチじゃないよ、グリンドルスだね。え、じゃあ報告しに行きましょうか。終わりましたよ。
レイダーを見つけたのか？片付いた。ああ、あいつらは始末した。本当か？この辺でそんないいニュースを聞くの久しぶりだな。またよって話し合いの結果、そちらが期待に応えてくれるなら、ミニッツメンにまた参加しようということになった。お、いいね。お互いに協力し合わなければ世の中は良くならないしな。そういうことだぜ。だから力を貸すよ。何かあったら声をかけてくれ。ありがとう。うん、よかったよね、みっちゃん。じゃあ、終わったことなんでガービーに報告しましょう。いやーよ、始まった、フォローアウト。いいね、仲間を増やしていこう、これで。一回寝るかな？疲れちゃったし。まあ、6時間ぐらい寝ときましょう。はい、おはようございます。で、ショートパイプライフルが結構強かったから、ハンティングか。登録しとくかな。スケット。で、まあ、スケットが、6にしとくか。うん。で、映せて、クロサイトいらない、ショットがいらない、ライフルいらん。はいはい。スピードミディアム。ビッグシム使ってみようかな。これいらんかった。どうだやる。やらない。胴体右腕左腕右足がない。はいね、ほいっと串焼き、うん、ガムドロップいる。青、まあ、いらない。ぬかちりいらない、フライ。こんなもんかな。で、整理できたんで、ガービーちゃんに、報告です。終わりました。いや、救助に行ったあの居住地を覚えてるか？あそこはミニッツメンへの協力を約束したぞ。そいつはいい、あんたに任せて正解だった。まあとにかくフレアガンは持っておくべきだ。付近にいるミニッツメンに救援信号を出すことができるからな。使い道はまだあまりないが、味方の居住地が増えればどこでも救助を呼ぶことができるようになるぞ。いいね。ミニッツメンの数少ない生き残りというのは話したが、何が起こったのかはまだ聞いてないはずだ。うん。心の準備ができたら話してくれ。クインシーの虐殺について聞いたことは？それは何だ？あの事件のことをまだ知らない人間が連邦にいるとはな。あの時ミニッツメンはお互いを、そして自身が守るべき人たちを裏切った。あの時はホリス大佐の部隊にいた。ガンナーという傭兵集団がクインシーを狙っていたんだ。それで住民はミニッツメンに助けを求めた。でも駆けつけたのは俺たちだけだった。他の部隊はみんな俺たちとクインシーの住民を裏切った。なんてひどい話だ。生き残ったのはほんの一握りだった。ホリス大佐も死んだ。だから生存者を俺が率いることになった。落ち着ける場所などなかった。悲劇が次々に訪れ、結局どうなったかはコンコードで見た通りだ。なるほどね。諦めるな。諦めたらミニッツメンも終わりだぞ。諦めるものか。だがたった一人で連邦全域を守るのは無理だ。ここの連中だけでも手一杯なのに。
だからこそ力を貸してほしい。あんたならきっとミニッツメンを再建できる。やってやろうじゃないか。そう言ってくれるのは嬉しい。ありがたいね。つまりやってくれるんだな。もちろん。よし、やろう。そいつはいい。東大行かせてる。これでミニッツメンと連邦に新しい夜明けが訪れたな。いつもそばにいるから心配しなくていいぞ、将軍。将軍。なぜ将軍と呼ぶ？ミニッツメンのリーダーは常にその称号を抱いてきた。最後のリーダーはベッカー将軍だ。82年に彼が死んで以来、後継者選びで意見がまとまらなかった。最後のミニッツメンになって一ついいことがあったな。誰からも文句を言われず、あんたを後継者に選ぶことができた。なるほど。称号に見合うだけの活躍ができるかどうかはあんた次第だ。俺次第だ。からレイダーに脅されてるという報告があった。何も言わない。印をつけておくので、じーっと見るだけ。もっとたくさんの居住地を味方につけないと。じゃあ何か困りごとでも。まあ、ドックミートには申し訳ないけど、ガービー一緒に来てくれ。好きなんで行きましょう。助けが必要だ。もちろんだ。ここの人たちは自分でもうなんとかやっていけるだろう。あんたのおかげだ。一緒に行きましょう。するな、ドックミート。彼の相手はする。ありがとうよ。よし、ドックミートはサンクチュアリでいいです。OK。はーい。というわけで、まあ時間的に今回はここまでですかね。まあこういうふうに、ガービーからですね、居住地の、まあ救助してくれっていう、まあ、依頼がありまして、で、救助すると、まあその人たちが、まあ、ミニツメの、まあ仲間になってくれると、味方してくれるっていうような感じですね。だからそのクインシーの虐殺で、まあ一回この裏切りじゃないですけど、信頼がガタ落ちになったところを、また、うん、復刻していくというか、立て直していって、まあ勢力を戻していくという風な感じですかね。まあなので、こっちのクエストも、まあやっていったら自分の、まあ力とかプラスになっていくんですけど、まあ、私は私でね、めっちゃ徘徊した。まあ息子をね、探しに行かなきゃならないので、まあそこはうまくバランス見ながら、今後もやっていこうかなと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。